こんにちは、アキラのゲームこそラスカラ実況です。はい、というわけで聖剣伝説コラボの話なんですけども、前回のコラボで実装されましたランディ、プリム、ポポイ、それぞれの情報修正についてチェックをしていこうと思います。で、本日13日ですね、アップデート内容の詳細っていうのが発表がありますので、もしかしたらそこでも追加の情報があるかもしれないんですけども、とりあえず今はですね、昨日の夜の公式生放送で発表された内容について話をしていきます。なので13時からのアップデの詳細の中で、これよりも他にですね、追加の情報があった場合はそちらの方で解説していきますので、一旦昨日発表された内容について整理をしていこうと思います。よろしければ最後までお付き合いください。では参りましょう。はい、それではまずランディから見ていきます。個性1の聖剣の遺書に追加されたのが、超必殺技ゲージ上昇量プラス 20%、 剣装備時物理攻撃のダメージプラス 50%、 ダメージ上限プラス8000、超必殺技の攻撃時最大 MP の 10% を消費してダメージプラス 150%。 現在の個性はもうこの剣装備時に最大 MP10% 消費して超必殺ダメージがプラス 40% だけだったのが、それがまずプラス 150% になったのと、ダメージ上限がプラス8000来たのが大きいですね。で、個性については戦闘開始に HP 上限プラス2000、既にガンブレイブの効果、特攻発生時のダメージが以前はプラス 30% だったものはプラス 40% になってます。で、さらに物理攻撃でイベント異界の神獣のボス神獣に効果大と。まずこの戦闘開始の HP 上限プラス2000なんだけども、これはおそらくファストの効果なのかオートの効果なのかどちらかわからないけども、一度死亡すると多分消えそうな効果かなと思います。常にグランブレイブの効果は大きいですよね。これでストレングスがプラス 35% 常に乗っています。で、追加スキルが投資アップ後特攻ブースト、オートヘイスト、不屈の投資、剣メガブースト、無属性クリティカルレイズ、特技の変更点が特技2と調査にダメージがプラス3万乗ってきました。なので個性1の追加分のダメージ上限プラス8000と剣メガブーストによって剣装備のダメージがプラス1万乗ります。で、さらに特技2と調査はプラス3万乗りますので、合計でダメージはプラス4万まで最大乗ります。で、これが剣一つ装備とかっていう縛りがないんで、やはりこれ二刀流運用が一番戦いやすいかなと思うんですよね。で、さらに個性2によって特攻発生時はダメージがプラス 40%。で、さらに特攻ブースト持ってますし、ランディは自前スキルでキラーとかスレイヤー結構持ってますんで、そこに乗るので結構大きいですよね。ただもうこれ昨日のライブでも言いましたけども、残念なことにこの特技2がね、ヒット数3なんですよね。火力自体はね、とても上がってるんだけども、結局その、特技のヒット数の修正が入ればですね、かなり強くなるんだけども、そこがないとちょっと厳しいかなと思います。続いてプリムについて見ていきます。個性1のお天保お嬢様が常にスピードヘイストの効果、装備してる爪のストレングスプラス 100%、 物理攻撃のダメージプラス 50%、 ダメージ上限プラス5000ということで、現在の個性が戦闘開始にスピードとヘイスト自動で発動なので、これファストなんですよね。なので開幕20秒ほどで切れてしまうのが、これがオートスピードオートヘイストになったのは結構大きいですね。で、さらに爪を装備することによってその爪のストレングスは2倍にしてくれます。で、個性に精霊刺激が敵から受ける連続性攻撃の火ダメが 20% カット、自身のアクティブスキルによるバフデバグの効果時間がプラス 25%、 インテリ率が高いほど物理攻撃消費者のダメージが大幅に上昇すると。まずこの連続性攻撃の火ダメ 20% カットということは、これ魔法であっても物理であっても乗りますからね。なので全ての攻撃が 20% カットしてくれる上に、インテリ率が高いほど物理攻撃調査のダメージは大幅に上昇なので、まあマブテンリーの一つ上の効果って感じですね。で、追加スキルが投資アップ3、爪ブースト、爪ハイブスト、ゴッドヒール、エリクサー、二刀流、マブテンリー、無属性アタックレイズ2と。特技の変更点が特技1にダメージプラス1万、特技3にダメージプラス3万。まず個性2の追加性能とマブ天輪によって物理攻撃が結構期待できるんですよ。で、個性1によってダメージがプラス5000のを見ています。さらに爪ブースト、爪ハイブストが投資アップ3とか二刀流もついてきたんで、かなり火力としても、期待できる性能になったかなと思います。で、エリクサーを自前で習得するというのは、ね、革命的な情報修正やと思いますね。なのでそうなってくると女神のキスも積んでですね、ニトリも積んでくれてますので、通常攻撃で MP を稼いでエリクサーを仲間にかけてあげるエリクサー係という運用がいいかなと思いますね。続いてポポイについて、個性1食いしん坊が敵を倒すたびにインテリジェンスプラス 5% 最大10回、おいしそうな敵を倒したときに HP20% MP を 10% 回復する、聖剣伝説に属する攻撃魔法がクリティカルするようになる、個性2の妖精族が弱点属性をついた時のダメージプラス 40%、 全ての魔法の炎症速度プラス 20%、 聖剣伝説に属する攻撃魔法のダメージプラス 150%、 ダメージ上限プラス8000と。まず個性1については、敵を倒すためにインテリジェンスプラス 5% はおそらくこれウェーブごとリセットだと思うんですね。で、おいしそうな敵を倒した時に MP10% 回復だけでも、ね、結構良かったんだけど、さらに HP も 20% 回復してくれます。で、このおいしそうな敵っていうのはこちらです。今出してますけど、要は食べされそうなやつですね。魚とか獣とか鳥とか。で、さらに聖剣伝説に属する攻撃魔法ならば、どの属性であってもクリティカルするようになるっていうのは、これ結構便利なんですよね。ポポイは自前でいろんな属性の魔法を覚えてくれますけども、それぞれクリティカルするようになるには氷クリティカルとか
キークリティカルとかそれでつけなきゃいけなかったんだけども、それが必要なくなるのは結構大きいです。で、妖精族もね、もともと結構ね、優秀な個性だったんですね。弱点属性の時にダメージプラス 20% 自体がものすごく大きかったんだけども、さらにそこがプラス 40% になった上に、炎症速度も上がった上、さらに聖剣伝説属する攻撃魔法ならばダメージがプラス 150%、2.5 倍の効果になります。で、追加スキルが魔導アップ5と高位魔法炎症陣、杖杯ブーストとなってます。で、まず魔導アップ5ですけども、MP とインテリジェンスがプラス 12%。で、さらに杖杯ブーストによって魔法ダメージがプラス 20% 伸びますので、個性の追加分のダメージプラス 50% と合わせて、聖剣魔法の中でしたらかなり火力の高いキャラになったと思います。なので期待するのはね、後半の追加アークですね。あちらによっておそらく新しい聖剣魔法が追加されると思うんですよ。でさらに個性でリキャスト効果を持ってる上に高位魔法炎症時も覚えてくれるので、炎症速度に関しては全く問題ないんですよ。なので追加されるであろう新聖剣魔法ですね、こちらの方の性能によってはですね、かなりポポイ化けてくるとは思います。はい、って感じで過去の聖剣伝説コラボキャラのランディ、プリム、ポポイ3人の情報修正について見てきたんですが、何かしら参考になりましたら高評価お願いします。で、まあ僕の中ではですね、やっぱ一番ちょっと期待してるのは結構ポポイでして、後半にですね、ソーサラーキャラが追加される予定になってますので、おそらくそっちの方が強いと思うんですよ、結局のところはね。ただポポイもかなり強くなってるので、聖剣魔法はですね、あの重力負荷魔法に含まれないやつ結構多いんですよね。だそういった意味では中級魔法を連発するとか、そういったことの遊びも結構できると思うんで、そういう意味ではポポイに一番期待したいかなと思っています。で、プリムにエリクサー追加されるのも結構革命的だけどね。で、問題はランディなんだけど、ランディのヒット数に対する情報修正がね、追加されたら、かなり性能は変わってくると思うので、まあ、それはですね、また13時からのね、詳細発表待ってですね、またチェックしていこうと思いますので、よろしければそちらの動画の方も見てください。で、今日もですね、23時からまたライブの方もやりますんでね、もう少し突っ込んだ話とか質問とかありましたらね、そちらの方でも受け付けますのでよろしくお願いします。それでは、次の動画もしくは今夜のライブでお会いしましょう。ではまた。